ねえねえ、ひなちゃん。どうしたの、あんこ。今日の放課後さ、うちと一緒に、うん。一汗かこうぜ。いや、モンハンの人から行こうぜみたいに言うけども。何一汗かこうぜって。ランニングでも行くの？うんうん、違う。もっと熱いやつ。もっと熱いやつ？何？サウナ行かない、一緒に。サウナ？サウナ。サウナってあの？サウナ。この暑い日に？サウナ。サウナ。知らない文化来た。え、行くっけ？女子高生放課後サウナ行くっけ？カラオケ行ったり、サイズ行ったり、マック行ったりはわかる。みんなよく行ってるし、私もよく行く。でもこの何もしなくてもじんわり汗かく季節にサウナって行くっけ？え、そもそも普通女子高生放課後サウナ行くっけと思ったけど、いや待って、私なんで普通を基準に考えてるの？みんながやってるからそれが正しいってわけじゃない、そうしなきゃいけないってわけじゃないじゃん。行きたいかどうかで決めればいいんだよね。いいじゃんね、放課後にサウナ行く KJK。 お風呂上がりのコーヒー牛にインスタに載せちゃったりしてね。うん、なんか逆にすごくいい気がしてきたよ。私一人じゃ絶対行こうとは思わないけど、あんことだったら楽しそうだもん。ほんといつも常識にとらわれない刺激的な提案をしてくれるいい友達だよ、あんこは。いいよ、行こっか。やった、さすがわかってるね、ひなちゃん。うん、一瞬戸惑ったけど、一周回って面白そうだなって。ひなちゃんならきっと一緒に行ってくれると思ってたよ。うん、それにしてもなんで急にサウナなの？ひなちゃん。はい。サウナは美肌効果があるのです。美肌効果が？はい、さらにはダイエット効果もあるのです。ダイエット効果まで、すごい。サウナすごい。暑い中で座って我慢してるだけで美肌にもなって、痩せるなら私頑張れる。ひなちゃん。はい、何でしょう？それ間違ってます。間違ってる。サウナは我慢するところじゃないのです。きちんと作法にのっとって安全に楽しむことが大事なのです。おお、なんかすごい。サウナに作法とかあるんだ、知らなかった。教えてもらってもいいですか？良いです、お願いします。まず流派によっても違うんですが。流派とかあるんだ、奥深い。うちの流派ではしっかり水分補給をしてからサウナに8分から12分ほど入ります。8分から12分。うん、うん、それから体を流して水風呂に1分ほど浸かります。水風呂に。ほうほう。そしてベンチに座り、これまた8分から12分ほど休みます。休む。ほう。そしてこれを繰り返すのです。繰り返す。そうすると、そうすると整うのです。整う。噂には聞いたことある。整う、それはいわば人間が体感できる唯一の宇宙なのです。宇宙、なんかすごそう。一緒に整ってみませんか？行きます。行きましょう、サウナ師匠。あと、そのサウナ師匠というのはやめましょう。サウナを楽しむ者に上下関係はありません。みんな等しくサウナーなのです。サウナー、わかりました。私も今日からサウナデビューだ。そういえばどこにあるの、サウナ？ほら、この前駅の南口にお風呂屋さんできたでしょ。あそこ駅の南口？お風呂の王様だっけ？それは北口だよ。南口にできたのはお風呂の女王様だよ。お風呂の女王様？聞いたことない。なんだろう、なんかわからないけど怖そう。ネットで見たけど満足度すごい高かったよ。あ、そうなんだ。まあそれなら行ってみよっか。あ、楽しみだね、サウナ。実はうちも初めてなんだよね。あ、そうなの？サウナーじゃなくてビギナーだったのね。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なんと今日から、そして8月いっぱい毎日投稿が始まります。始まる。できるかな。8月の31日間夏のバカンス編と題しまして、連続してみるとより楽しめるアニメ動画を作りますんで、ぜひチャンネル登録して暑い夏のお供に楽しんでください。健康に投稿頑張るよ。明日は SM 女王さん、マリコ先生のお客さん大集合スペシャルの予定です。また次の動画で。